皆さんこんにちは、美容師のやめです。癖がこんなに綺麗に伸びました。ちょっと髪触ってみてください。わ、サラサラ。どうですか？サラサラです。ツルツル、ね、ツルツルになって、はい、ありがとうございます。いい感じになりました。アフターの感じいかがだったでしょうか？めちゃくちゃ綺麗伸びました。ゲスト様、今回ね、宿毛矯正されます。ビフォーはこういった状態ですね。かなり根元の方癖強いです。あとね、毛先の乾燥も気になってて、大人女性の方でね、宿毛矯正される方多いのではないでしょうか。やはり宿毛矯正してないとボリュームが出てしまってっていう方は やはりねストレートする選択肢になると思います。なので、いかにね、痛ませないように宿毛できるかっていうところだと思います。根元にしっかり薬剤をつけて、毛先はほぼトリートメントで処理している感じですね。映像では今からね、まずね、薬剤で軟化させて髪を、そこからストレート、アイロンで1パネル1パネルプレスしていきます。すごいね、この作業は私青山何回やってもね、すごい地道な作業だなっていつも思いながらやってますが、まあ、今のところね、宿毛矯正でやはりこう途中でアイロンを入れるのが一番、まあ、綺麗に伸びるのではないかなと思います。まあ、癖の度合いによってね、またその密度とかも違いますけど、やはり、ゲソさんレベルになるとスライスは細めで、1パネル1パネル、まあ、根元中心で毛先はスルーするような感じで丁寧にね、伸ばしていくのが一番綺麗に伸びます。ですので、髪がね、軟化してお流しが終わって、まあアイロンの前というのはね、すごい髪が膨張して、もうどうなっちゃうんだろうっていう感じになるんですけど、アイロンかけるとね、落ち着いてきます。なのでやはりね、髪を一度軟化させるっていうのはすごくね、髪にとって負担のかかることだと思いますので、まあ、最新のね、注意を払ってアイロンをかけますね。この時もアイロンの温度ですね、はまあどうでしょうか。160度から、まあ、高めの時で180度ぐらいでしょうか。まあ、それぐらいが限界だと思いますね。それ以上上げてしまうとやはり、本当にダメージにつながるので、プレスしながらね、熱を逃がしながら、いい感じになるように1パネル1パネルやってます。なので、宿毛矯正ってやっぱ時間がダントツにかかるので、まあ、皆さんね、身構えることも多いと思うんですけど、まあ、その代わり一回やっとけば家でのお手入れっていうのはもう格段に楽になるので、どちらを取るかですね。宿毛矯正で1回で、まあ、4時間かかるとして、その時間をストレスに感じるのか、家でね、ドライヤーで、簡単に乾いて汗をかいてもね、癖が戻らない、そういった状態をキープするできるように、頑張ってね、ストレートするか、まあ、しないとね、やっぱり癖も出てきますから、どちらの選択肢でっていうところなんですけど、やはりね、一回するとどうしても根元が伸びてくるとね、ストレートの境目がね、分かってしまうので、私青山はストレートをするのをお勧めします。そうすることで普段も楽ですし、艶も出ますしね、そちらの方がいいと思います。まあ、よくね、何回もすると痛むよとか、そういったね、ネガティブなワードも出ますけど、まあ、毛先をね、傷ませないように注意して、根元だけをシンプルに伸ばす、そんな考えでいけば、より普段もお手入れに時間がかからずに、なおかつ綺麗に見える、そんないいものなので、ぜひね、癖でお悩みの方は宿毛矯正チャレンジしてみてください。髪のことでお悩みの大人女性の方は美容師青山にご相談ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。